あのフジテレビに退職希望者が殺到してる。話題になってるのはフジテレビの早期退職募集の制度。昨年11月に取締役会でリストラの志願者を募る計画を決議し、社内で発表したところ。何これ、希望退職制度、対象は50歳以上勤続10年以上の社員って俺やんか。何条件は通常の退職金にプラスして、特別加算金がもらえる。そんなんテレビとかもうオワコンやし、早めに特別加算金もらってやめた方が得やんか、みたいな感じでいろいろな思いを持ったリストラ志願者が殺到したらしい。ただ問題はここから。日本の労働法って解雇が厳しく制限されてる。だから業績を落とした企業は整理解雇に踏み切る前にまずは早期退職者を募集する必要があるんやけど、これをやると優秀な人材から順番に抜けていくことが多い。実際フジテレビの場合も今回の募集で有名プロデューサーや有名アナウンサーなど一流の人材が数多く流出したと言われて、いよいよテレビの将来性が見限られ始めてる。アトム法律事務所。